じさま仲よしチャンネル。みなさんこんにちは、おいしさま仲よしチャンネルのことねです。ちゃんです。今日はできたてパン屋さんをやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは開けていこうかな。うん、きれい。うわ、なんかある。材料はこちらです。スプーン、型を作るやつと、なんかクマさんの周りをやるやつと、パンの生地とか、中のパンの中のカスタードとかやな、ジュースもついてる。そう、やっていきたいと思います。まずはこのトレイを切り離すみたいよ、ハサミで。はい、じゃあトレイを切り終わったら、そのトレイの音符マークが書いてるところにカップ2杯の水を入れます。そこにいちごゼリーの素を入れてよく混ぜます。混ぜ終わったらいちご型にスプーンで入れます。10分待つと固まるようで、まずはいちごのゼリーを作ります。見せて。いちごの匂いする。ほんまや。いや、いちごの匂いする。あ、入れた。あ、なんでスプーンで混ぜて。わかった。10分待つと固まるから、その間にパン生地を作ろう。じゃあ次はそれ置いといて固まるまでパン生地を作っていきます。パン生地。トレイの星にカップ4杯の水を入れて、そこにパン生地の素を入れます。じゃあ粉を入れていってください。ちょっとパンの匂いする。歌のなんかさ、ちょっとこっち向いて。鼻の頭なんか粉ついてない？粉触った？鼻。鼻になんか粉ついてる気がする。ちょっと粉こぼれた。後で取った。パンの生地が固まったら手で20回こねますやって。じゃあ混ぜていきます。はい、でパンの生地をちょっとこねこね、加熱していって、でその丸めたパンの生地を3等分、3つの丸に分けてな。その丸めた生地をクマさんの肩とお鼻の肩に入れて指でギュッと押します。はい、じゃあできた。はい、肩に入れました。じゃあ次はメロンパンの皮を作るので、さっきのトレーにまたお水いっぱいを。そうそうそう、このメロンパンの皮の素を入れてまた混ぜる。ちょっとでいい？あ、うん、お水？お水ちょっとでいいね。全部。そうそう。まとまったら手で10回こねて丸めます。で丸まったらちょっとぺっちゃんこにして、そうそうそう、上から包むと。それでスプーンでメロンパンの模様をつけていくね。そう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 。たのはいけてる。それでできたらそのトレイの上にメロンパン入れて、ほんで、あとはあ、ぺちゃんこしたか。そのままクマさんとお花のパンと一緒に電子レンジでちょっとチンしてくるから、そうそう、その間にカスタードクリームを作ろう。カスタードの元にカップ一杯に水を入れて、あ、スプーンでよく混ぜますやって。このカスタードのクリームで下ちょっと切って、ほんでデコっていけるかな。はい、じゃあちょっと電子レンジでチンしてきたパンが、あ、これで、暑かった。最初にしたとこやもん。暑かった。顔にこれをやるんやろ。あ、そうそうそう、そのクマさんの顔にカスタード。まずトレーからパンを取り出そう。うわ、ポンデリングみたいなパン出来上がり。はい、じゃあカスタードクリームで顔を作っていきます。え、こんなになった。こんな感じで顔とかいちごゼリー乗せて飾り付けます。おお、すごい。
いからさ、あの、こっちに乗せたら、これ、これに。これやったらギューッと絞るだけやから。はい、じゃあさっき作ったいちごのゼリーをタルトの上に歌のは乗せていってね。あ、かわいいかわいい。あ、いい、出来上がった。はい、できた。はい、じゃあ歌のから出来上がり見ていこうか。はい、くまさんのパンとタルトとメロンパン。かたねの、あ、上手にできてまーす。次は、あ、ジュース。うん。あ、ジュースやった、おいしいジュースや。水を入れたところにオレンジソーダの素を入れてよく混ぜます。めっちゃスーってする。あ、スーってする。あれ、これな、オレンジソーダ、じゃあそこを水入れたところに、うん、全部入れて、シュッてやってる。あ、シュワシュワしてる。シュワシュワしてる。あ、ほんまほんま。いや、あふれそう。大丈夫、こぼれそう。もういいよいいよ、ちょっとオレンジの匂いする。出来上がりました。はい、ジュースもできて、はい、はい、オレンジジュースとパンの出来上がりです。いただきます。はい、メロンパン、歌の一気にいったね。うん、おいしい。オレンジジュースシュワシュワ。おお、え、おいしい。あ、クマさんのパンね、カタネは。歌のはクマさんのパン、美味しい。ことのジュース気に入ってそう。うん、ジュースめっちゃ、うん、どれが欲したら一番美味しかった他の。これ。あ、くまさんのパン。ことねはどれが一番。くまさん、あ、こと、歌うと一緒やな。ごちそうさまでした。どうやった、結構時間かかったよな。オレンジジュースが一番美味しい。ジュースな。みんなもぜひ美味しいから作ってみてね。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。